はい、お疲れ様です。今日はアクティブ訪問販売業者直接対決動画の炎上についての解説回答か、まあねえ、ちょっとまあ出そうか。これね、ちょっとその前に俺ヘルメット取るわ。今日はね、ちょっと本当に真面目に真剣に話したいんで、今日ちょっとヘルメット取ります。まあ、いきなりね、かぶってないとこの人誰って思うという感のであれです。あれですけど、ヘルメット被ったんだけど。まあ、炎上内容っていうか、コメントの内容っていうのかな、お金儲けのためにあんなだとか、お前らの会社はもう変わんない。見てて気分が悪い。同業者がやると気な臭いとか、まあまあ、いろんなことが書いてありました。で、まあ、なんちゅうかな。まあ、この動画見てもらうとわかるんだけどさ、まあ、塗装屋さん、塗装屋さん同士だよね。で、ね、同業者同士で、そういう潰し合いするなとか、売名行為みたいなことも書いてあった人もいっぱいおったやつけど、まあ、正直、もう全然相手しなかった。まあ、言っとるわ、みたいな感じだったんですけど、何がこのきっかけになったかって言ったら、YouTube サポートセンターっていうところからメールが来たんですよ。で、そのメールの内容っていうのは、もう俺も本当にちょっとめちゃくちゃビビってたから、もう本当に削除しますみたいな、ね、言うこと聞かんかったらね。で、まあそういうメールが来たんで、ちょっとそれ紹介しようと思います。で、まあ、ちょっとこれね、ここにね、ちょっとあれが映っちゃうもんで、メールね、他の社員の名前が映っちゃうもんで、あれですけど、こうやってメールが来たんですよ。で、ちょっとね、何のこっちゃと思うじゃん。やばーと思って、でもこの動画がついてるもんで、うわ、これなんかアンチが湧いとったもんね、なんか問題になったんかなと思って。で、これ、まあ、日本語にできるんです。すごいんだけど、でもこれ、なんかちょっと文脈がおかしいところあるもんで、ちょっと俺、よくわからんかったんですけど、まあ、とにかくでも48時間、我々の存在的な違反について苦情を審査、48時間後にか、審査します、プライバシーガイドラインやコンテンツ制限することを検証してくださいって言って、でどっかにね、削除しなくてもいいよって、ただ申請が来ただけだから、この動画にはなんちゅうの、あなたが間違ってないっていうか、これがちゃんとプライバシーが守られておるもんだったら別に削除しなくていいですね。あなたはただあなたがそういう守れてないようなことをやってる場合は、動画じゃなくてもうチャンネル自体をこれ削除しますんで、今これちょっとちょうどあそこから入ったでしょう。これちょっと、これね、メールからこのプライバシーガイドっていうところに入って、で、ここにガーッと書いてあるんですよ。これ、YouTube プライバシーガイドラインって、うちゃ出てくるもんで、まあみんな見れるんだけど、何が書いてあるってね、ちょっとね、俺、赤ペンしてちょっと持っとるんで、ちょっとこれね、で、これね、僕、カメラがピントをマニュアルにしとるから、ちょっとビヨーンって寄れへんもんで、ちょっとこっちで読むんですけど、YouTube プライバシーガイド、YouTube では存在的なプライバシーの問題に対処することをユーザーの皆様は保護しています。YouTube プライバシーガイドは世界中の全てのユーザーに適用されますみたいなとこから始まって、特定できるとは何かみたいな。顔写真、音声、フルネーム、政府発行、個人番号、銀行口座、連絡先情報など、個人を一位に特定できるコンテンツは、削除の対象となります。またプライバシー違反として削除の判断をする際には公共性や報道価値などを考慮されます。 YouTube はプライバシーガイドラインの違反が発生したかどうかを最終決定を行う権利を有します。 YouTube が権利を持っていると。ただそのプライバシーを侵害しても公共性や報道価値などがも考慮されるよってことが まず書いてあるんですけど、で1位に特定できるとはどういう意味って、一時特定できるとは、他人が個人を特定するには十分な情報が動画に含まれていることを意味します。単に動画に映っている個人が確認できるだけでは、一時に特定できるとは見なされませんので注意してください。例えば、下の名前だけで他の情報が含まれない場合や、名前だけだよね。ちらっと映っているだけでは、一時に特定できるとは言えません。ということが書いてあるんですよ。で、まあ、48時間後に、まあ、こちらは審査しますよ、みたいなことが、多分、じゃあ、ここに書いてあるんだな。
アップロードしたユーザーには動画内の個人情報を削除または編集するための機会が与えられます。僕にね、僕側にだよ。この場合違反の疑いがあることを通告するメールが YouTube から送信されますだよね。これにアップロードしたユーザーには、俺がアップロードしてるもんね、申し立てに対処するまでに48時間の猶予が与えられます。申し立てられたプライバシー侵害が48時間以内にサイトから削除された場合、この申し立て手続きは終了します。プライバシー侵害の可能性がある動画が48時間経過も後もサイトに残っている場合は、 YouTube チームはこの申し立ての確認作業を開始しますって書いてあるんで、48時間もう、ちなみに僕はもう過ぎてます。6日間、5日間ぐらい経ってんかな。でも最初本当にやばと思ったんですよ。何これって、あ、俺弁護士にもこれ一応確認したの、多分大丈夫だと思うよこれぐらいだったらって。何言ってた、まず名前出してない、企業名も出してないで、完全にモザイクかけてる。本当はまあ俺出したいぐらい別にね、うん、ただまあね、違法なことやってるわけじゃない。確かにあのコメントにも入っとった、うん、違法なことやってるわけじゃない。お前も似たもんだって、外見お前の方が悪いって書いてあったやつだね、うん、でただこのね、48時間以内にこれ削除しずに俺はもう下げようかなと思ったんですよ、ぶっちゃけ。なんでっていうと、もし YouTube は YouTube ユーザーの保護を重視しており、ユーザーがプライバシー侵害するアカウントについては停止も辞しませんみたいなこと書いてあるんですよ。ということは、俺これ上げといてね、48時間後ほっといて審査を受けて、そのバンっていうんですか、あのアカウント停止を食らう可能性があるなーって、まあ正直思ったんですね。でまあちょっとこれだいぶ言っちゃったけど、あ、これか、削除する連絡来ましたね。でまあ俺これ削除どうしようって、まあ別にね、もう何日も経った動画だもんでいいやっていうのもあったんですけど、もう再生も回っとったからね、もう今ほぼ止まりかけとるもんで、正直だから別にいいやっていうのもある。そんな別に収益目的じゃないしね。ただ俺じゃあなんでこの動画を上げたかっていうのが、まあ、まず一つあるんですけど、まあ気分悪い人もおるかもしれん、本当ね。その同業者もおるかもしれんしね、いろんな人が、俺はおるかもしれんけど、俺あの動画助かってる人ってめっちゃいると思ってるんですよ。でいいコメントもいっぱい入れてくれてる。何って言ったら、本当に塗装業者ってさ、悪徳をつけたら、まあ、ちょっとこれちょっと違うけど、まだ早かったけど、なんちゅうの、まあ水もんじゃん塗装なんかね。で今度まあそのね、動画をこの上げた時に、なんちゅうかな、周りのこの反応でブワーってまあ叩かれて、良くも悪くも、まあそれがね、良かったのか悪かったのか分からんのですけど、まあ再生数も伸びて、で今度まあその、あ、そういうことかって、ここ見やいいんだ、あそこ見やいいんだっていうのが、まあ分かるわけじゃないですか、ある程度。で本当にもうだって俺さ、まあそうそう、これもあるんですけど、これちょっと、これもう創業当時からこれ使ったガイドブックで、俺これちょっとさ、こうやってまあチラッと見せるだけだけどさ、こうやって本書いておるんですよ。まあこれピントが合わないもんであれですけど、まあ、ずっと手でのただの文字文字で、昔十何年前だもんね、ホームページもほんとなかった時代にこれ書いたの自分で。でそれ自分の会社やったきっかけなんですよ、これ。もう一つの、何って言ったら、俺飛び職だったから足場も組んだりするじゃん。だから汚ねえ塗装やっとって、これでお客さんが、まあ、俺らに言うわけですよ。まあこれいくらなんだけど、高いと思う、安いと思うって。いやーって、俺は元請けだもん、言えんもんね。でもこんな仕事するんだ、俺はもう足場やっとるもんで、ね、いい仕事も悪い仕事も全部見とるわけよ。でこのうちの動画をその塗装の職人さんで、まあ、気分が悪いって言った人もいろいろおると思うけど、そのね、まあこういう言い方するとまあ気分悪くなるかもしれんけど、まあ俺大した人間じゃないと思う、あの仕事のレベルもね。だってそれ分かってなかったらもうアホでしょ、うん、塗装業界におって一職人だろうがね、あの馬族っていう言葉もあるね、馬の族って書いてね、昔からあるよね、そんなもん。リアカー引いての時代からだよね、適当なパッパパッパってやりっぱなしにやってって、でまあ自分たちいいことやっとるっていう思いでおるんかどうか俺は知らんけど、こんな仕事のレベルでお前らいいことやっとるって思いすんなよって。金額関係ないとかなんかコメント入ったけど、高い安いは関係ないって。いやいやいや、よそで100万で売っとるけど、うちは300万だよって教えてあげりゃいいよ。教えもせんのに300万が普通の値段ですよって、それはお前騙し勝利やろって、確実に。それをなんか300万で売ろうが200万で売ろうが関係ないでしょみたいな、俺関係ないと思うんだ別に。
だけど安いとこで買えばこんなの売っとるよって俺はそう思うけどな。だってうちはそういう営業のスタイル、こうこうこうだからこういうふうにかかりますよ、だけどこれぐらいの、まあ、ネットで出しとるとこもありますよね確かにって、でそれが商売じゃないのって、うん、まあ、思うんだけどな俺。だから自分たちが毎日日々商品磨くんでしょ、職人磨いてね、サービス磨いてね、店舗きれいにして挨拶ピシッとして遅刻しように行ってってやると思うんだけどな俺は。まあ、ちょっとごめんなさい、話がズンズコズンズコずれ出ちゃったんであれですけど、あのまあ悪徳をつけた意味ってまあうん、まあそんな意味って言ったらちょっとあかんすけど、ね、ちょっとこの次にさ、じゃあまあちょっと出そうか、あの悪徳業者のじゃあ見分け方って何って言ったら、こうなっちゃったな、あこうだな、まあちょっと全部出そうか、ちょっと喋りすぎちゃったもんね。うん、でまあ悪徳業者は当日契約迫るのね、あの工事日が低いとか、まあ、ん、あ角地などのキャンペーンだよね、もうこれ本当に多いよな。ちなみにその時あの1個の業者しか上げてないけど3社ぐらい取って、まあ、他の2社両方行ってた。でなんでそれ上げんかったのって、まあちょっとあの人も運が悪かったのもあると思うんだけど、あの1社目であんまり俺も質問があんまりちょっとわからなかったのと、カメラの設置具合がちょっと悪かったんですよ。もっともう一社もすっごい値段出してきたとこあるもんで、でこれももう完璧に全部入って、うわこれひどいなっていうとこあったんだけど、でかいとこだよ、全国やってるんでねそこ、うん、だからまあそこ使いたかったけど、まあ音の取れも悪かったし、ちょっとまあ申し訳ないなっていう気持ちもあるよね。で訪問販売系の、まあこれ訪問販売系の塗装会社っていうとこれちょっと失礼になるけど、まあでも俺訪問販売って結構多いと思う。でこれまた枠とも自分たちが訪問販売でお家の会社は悪くないって言うけど、だけどそもそも従業員レベルで考えて、あのいい仕事しとったら仕事なんか来るんだって本当に俺思うわ。それ10年も20年もやっとってずっと叩きやっとるってことは、いやおかしいでしょ。10年やっとったらだって10年前のお客さんが来ないのがおかしいし、もちろんね、でましてやその人からの紹介、うちはもう塗った人からの紹介っていうのがどん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 広がっていくんですよ。もちろん全部が全部紹介してくれないものもある、やっぱ問題起こしてもうてめえらになんかもう二度と会うかって言われた人にもおるけど、だけど、うん、まあ絶対的にその数が多いもんで会社って広がっていくわけでしょ。だけどそんな訪問販売系のね20年30年やっとってまだこの叩いとるピンポンピンポンやっとるって、うん、で僕はその会社でいいものを売ってるつもりでやってますって言っとるけど、まあまあまああるよ、中には1人でやられてる人、2人でやられてる人、ちっちゃな会社でね5人10人でやってるところでは、まあ、ある、まあもちろん全然あるそういうところは。ただ大きいところになればなるほど訪問販売の叩きっていうのはっていうのは多いと思うけどな。でもちろん僕らもあの飛び込みやったこともあるんですよ、うん、その近隣とかそのレベルだよ。こっちは本当の訪問販売って違うでしょ。静岡飛んでやったら愛知県飛んでやったりもう岐阜飛んでったりして車で1台でみんなでブワーって行ってブワーって稲子みたいに攻めていくでしょ。それを本当の訪問販売業者っていうけど、まあね社長一人でピンポン押しながら仕事回しとるっていうのはまあそういう限りじゃないと思うんですけど、もちろん。で普通の会社、まあ炎上を待つ、工事品質が高いとか、まあ工事品質なんかまあ分かんないよ本当これ、お客さん分かるわね。でさあれも叩いあのコメントでもありましたよね、なんかまあ消したかな、消しとるけど、そのまあ何、なんなら俺の方が人相が悪いとか、別に向こうちゃんとしとるやんけみたいなこと書いてたけど、じゃあ泥棒がさお客さんのところにね、まあうろうろしとって、じゃあ泥棒見たことある、こんなこんなかぶってさありてるやつ見たことある、ね、そもそもそういう認識がその騙される人作ってるんでしょ。だって、うん、詐欺師が詐欺師みたいな格好をしてるわけないじゃん。こうやってスーツみたいな買ったシャツ着て、ね、俺なんかもう一つ間違いはもう詐欺師みたいな顔しとるけどさ、だけどそんなもんでしょ、本当にいい人見えでしょ。オレオレ詐欺でもそうじゃん、だって昔は受け取りだったわけでしょ直接ね。で振り込み、あ今か、今が受け取りなのか、昔は振り込みだったけど今振り込みが厳しいから直接受け取るわけでしょ、なんぼでも騙されるわけでしょ。だからそんなもんさ、もう見たからに悪いやつなんてさ分かるわけないじゃん。あの動画見て見た目がどうとか内容がどうっていうだけで、まあ判断はできない部分もあるかもしれんけど、
塗装業界にはそのホーム販売業者が本当にいっぱいおって、悪質な工事を販売してるんですよっていうことは、俺もまず YouTube 始めてそれやりたかったことの一つなんですよ。でこれ会社やった時にもう本当にそれなの。っていうかそれをやることで、まあうちにメリットも大きいと思ったからね、うん、もちろん商売だから。だから俺はまあそのね、名古屋でやり始めた時に、だってもう本当何年で店舗がブワーッと拡大したわけじゃないですか。だけど俺がそれ最初に塗り替え道場って名乗って塗装やり始めた時に、塗装屋の人たちみんななんて言っとったと思う？あいつ安くやりすぎて、もうあんなやつが出てきたもんで、どうだこうだ、あんなもん塗装屋じゃねえって言って、それ塗装屋じゃねえよね、昨日まで飛びだったのアホかって言って、そのこと自分でも知っとるわと思ったもん俺も。それ俺に面と向かって言っとはいいけど、陰でごちゃ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 言ってさ、だけど俺のキャラを見て好きになってくれたりとか、どこどこの誰々さんそうやって言っとったよ、ああ言っとったよって、また言う人も余計だけどね、まあ今思えば、カーってなるタイプだもんね、俺も。もう来るさ、あいつって思って。まあでもその負けん気でここまで来れたもんね、まあいいんだけど、うん。だけどまあそんなもん、ね、最初は安く売ってて、もう今そこうちより安く売っとるわ。大した仕事じゃねえで、もう低品質下げとんじゃないのって思うんだけど、まあそれ言ったからな。これちょっと申し訳ない。本当申し訳ない。うん、だけどまあ、うん、まあそうよ、うん、だって俺は別に、うん、まあ本当商売売上利益だけで走っていけば全国バーって広げた方がよかったかもしれない。本当 4,5 年で一気に店舗も行ったしね、まあ厳しかったのもあるけど、いろんなもんが。だけど今俺はもう内部強化って言って職人を増やすっていうね、内部もっとねいいものを安く販売するっていうことに力をかけとるわけじゃないですか。だからほんで関東に出る必要性って薄れてきてるからね。うん、だからまあ俺はまあそうやってやってる、うん、でまあ訪問販売業者っていうのがね、うん、その簡単にもう見分けられるもんじゃないよっていうことだけは、ちょっとせっかくだよ、これ一般の人もこれもうせっかくだよ聞いて思っててください。で適正利益だなんだっていうのは、まあよーく資料こうやってまあ、インターネットのホームページじゃ分かんないけど、もうこういう資料いっぱい出てるから、こういうの取ってよう勉強しては、まあ言っとること、うん、まあ書いてあることも嘘のやついっぱいあるからね、会社が発行するやつだね、うん、だからまああれですよ、うん、まあちょっと熱なっちゃいましたけど、うん、最後にちょっとあったか、企業のあり方、うん、まあ私たちがちょっと考えてる、もう17分でちょっともう喋れんくなっちゃったけど、まず YouTube の目的っていうのを、まあお金儲けだなんだって言われる方もおるけど、いろんなことがまあやりたいと思ってます。ただ本当にもうさっきもちょこっと言ったと思うんですけど、別にお客さんに困ってこれやってるわけじゃない。俺はお客さん本当コロナ禍までおるうち、ただこのもう俺はそのもともと関東関西で全国展開しようと思っとったんですよ。だけど俺がやり始めた時って本当にそう、俺が値段出したらあいつこ安すぎるってめちゃくちゃやっとるよ、インチキやっとるってもう叩かれたね、だけどみんなもう下げてっとるっていうのはさ、結局企業努力が足りんかっただけじゃん、ね、それか品質下げとるか、まあどっちかだな。でも俺が値段下げて明日の明後日にすぐ見積もりの値段ボーンって下げれるような業者、本当に企業努力で下げれてんのっていう思いはありますけど、うん、そんなね、うちが例えばまあ100万するじゃん、相手が150するじゃん、130するじゃん、で相手が130、うちが100だから、まあ、俺が100だからじゃあ90に明日からやってるって言ったら、えってどうやってそれ下げたのって思うんだけど、まあ俺はちょっとずつ企業努力でいいものを安くっていうのを11点を塗装屋になって12年でしょ、真剣にやってきとるでね、うん、だからまあそこがあるんかなとは思うんですけど、まあその YouTube でじゃあ何を目的にするって言ったら、まあ本当にもう関東に広げる、もう関西に広げて、まあ正直今の気持ちあんまないんですよ。ただそのいい塗装の職人さん、もう本当にいい仕事してる人たちともつながって、その子たちにも仕事を紹介するだとか、で紹介してもらうだとか、そういうつながりのネットワークみたいなのが作りたいなと思ってるんですよ、もともとね。でそれってまあ一つ YouTube だなとかいろんなことを思ってやってるんですけど、ね、もちろんね、あとはお客さんに見てもらって、うちを選ぶ基準が間違った基準だ、選ぶと断られるじゃない、断られるじゃなくてクレームになるじゃないですか。うちの営業マンがオーバートークしちゃったりさ、でもうちの商品はこうこうこうでこういうもんですよ、これでいくらですよ、いや別に高くないです、別にでも激安店じゃないですっていう位置にあるわけじゃん。
だけどそれを、いやうち一番安いですよ、で今日中に契約してくれんとって、うちの社員がもし行ってしまったら、でそして契約してしまったら工事が始まってクレームになるし、3年後にそれ気づいたらもっと安く売ってるね、もっと雑ないい加減なね、まあお値打ちなものでもいいや、ちょっと言葉が悪いな、俺も自分たちを庇護するような言い方したらあかんけど、ね、安いものが売っとるかもしれんやね、そうした時にクレームにつながっていくじゃん、あそこに騙されたって。俺はまあそれを避けたいの、一番いいのはね。だからうちはこういう感じだよって、社長こんな感じだよって、現場来て YouTube やってるよって、まあその時は YouTube やってないんだけど、だけどまあ面白い楽しいね、職人もね、面白いやつ楽しいやついっぱいおるね、やんちゃくれもおるんだけど、まあうちは挨拶きちっとやってこうぜ、こうやってこうぜ、ベトナム人もいますね、あの工事期間これぐらい、もう自分のところで足場も組むで伸びる可能性もあります、でこういうのをうちのデメリットメリットを知ってもらって契約してもらったらクレームになんないじゃん、で一番いい喜びにつながるじゃん。俺もそうだもんね、この今使ってるビデオカメラでもそう、やっぱちゃんと選んで買ったらやっぱいつまでも使えるけど、値段だけ、まあ高いからいいなと思って買った時もあるし、安いからいいなと思って買った時両方あるけど、自分にとってしっくりこないものって買ったら長続きしないじゃないですか。で結局悪口につながるじゃん、ソニーの悪口につながっちゃうかもしれんし、パナソニックの悪口につながるかもしれんじゃん。だからうちの悪口につながるぐらいだったら俺も契約してもらうんでいいと思っとんだわ、別に本当に、うん、でまあもう関東関西って広げていくよりも、まあ俺はもう今のお客さんをきちっと大事にして社員のレベルも上げて、ただこの社員のたちにもまた次のステップって作っていったらなあかんし、じゃあその時に何やるって言った時に、まあ一時期俺不動産屋やろうとかいろんなこと考えてたんですけど、今一つ思ってるのはもう塗装のことをもっと縦に深くしようと思ってるんです。それは何言ってたら、例えばお客さんにセミナーやってあげるだとか、塗装業者にセミナーやってあげるだとか、全国に何か発信して道具作るとかね、塗料作るだとか、まあ他にも何か書いてな、うん、あとはもうね、そういう自己て啓発っていうか、その塗装業者の見分け方みたいなことを、で俺もこれから YouTube で悪徳業者をどんどんやっていきたいなと思ってるから、どのラインが合格かどうかって分かんないけど、まあこれ6日経ってるんで、5日だったかな、うん、だからまあこれで公開しようと思ってるんですけど、うん、まあこれね48時間で俺止めて、もう止めたってことはこれもうあのチャンネル削除される可能性があったけど、あの削除しんかったからね動画を。だって俺はリスク取りたくなかったもんね、動画引っ込めようかなと思ったの、うん、だけど、まあ、それ引っ込めたら二度とそういうことはやれないわけじゃん。だからまあこれちょっとちゃんと審査してもらおうと思って、でね、じゃあ俺が分かんないけど10万チャンネル登録20万チャンネル登録になってからさ、チャンネル削除されるよりは、まあ、1万2万の時点でチャンネル削除した方がされた方がまだいいじゃん。でまあある程度俺もノウハウもついたし、覚えてくれてる人もおるから、ある程度ね発信力が取り戻せるところまでは早く戻れるんかなって思ってたから、だからまあ早いなら早口がいいなって。俺はまあ本当に塗装業界に出ないって思ってんの、今のところは。不動産だなんだってやんないって、まあ、ちょっと長なっちゃった、あ23分も喋っちゃったんで、まあやめようか。ちょっとそんな感じです。でまあこの動画ちょっと長くなりましたけど、ぜひ本当にいいねつけてくれないですか。悪いねばっかりになっちゃうとこの動画が何か広がっていかないっていうの、やっぱ表示が広がっていってほしいし、これからもそのね、まあ俺は塗装のことしかもう分かんないし、この業界から出ることもできない。でまあ悪いものを高く売るぐらいだったら、俺は塗装の中でよりいいものを極めていって道具作ったりいろんなことに広げていきたいなと思ってるんで、訪問販売には俺はね、訪問販売だけが、訪問販売っていう言葉は悪いね、悪徳訪問販売ね、訪問販売でもいいところもあると思う、中にはね、絶対的に比率つけないと思うけど、大きいところはもうほぼほぼ大茶業でやってるもんね。ちっちゃいところが逆にきちっとね、職人レベルでね、宣伝が下手だからってやってる人はいっぱいおると思うけど、うん、まあそこだけはちょっとやっていきたいなと思うんで、俺もまあこれ5日6日経ったんで、まあこれでいいだろうっていうのがありますんで、うん、もしよければ本当にいいねを教えてください。送信と広がっていかんでね、はい、また見てねー。